安山は北秋田市にある標高が254.2メートルの山である。山頂には高野洲デジタル中継局がある。また山頂付近には馬の蔵を思わせる大きな岩がある。これは雨声による踊りで雷神を慰めたと言われる舞台席である。南の山麓には安山風穴があり、自然環境保全地域に指定されている。安山の山頂には 高野市デジタルテレビ中継局があり、2007年9月から、秋田朝日放送のアナログテレビ中継局者使用して、北秋田市や大館市、野代市の一部にデジタルテレビ放送全社の電波を供給している。具体的には、高野市、愛川、与内沢早口、二津井町天神地区、大館野代空港の各地区に電波を供給している。また、 現在は使用されてはいないものの、秋田テレビアナログの UHF 電波を中継していた、アクト高野ス中継局も山頂に存在する。秋田テレビは1969年10月に開局したが、秋田市で放送を始めてから4ヶ月後に、対局の代・大館の各中継局と同時に、この中継局からも100ワットの出力で電波を供給された。 その後、秋田朝日放送も、この中継局に相乗りをした。アナログテレビ放送は2011年7月24日に終了した。一部には、安山の東南東、約 2.6km の一等三角点がある。ま、東山に、高野市中継局があるとする記述もある。しかし、実際に中継局があるのは、安山である。安山風穴と大高根原安山の南。 標高100メートルから150メートルの山林内に安山風穴があり、安山風欠自然環境保全地域として1981年3月14日に指定されている。面積は全体で6.93ヘクタールで、そのうち風穴現象が見られる地区の特別地区は0.65ヘクタールである。この地区は低山帯に位置しているが風穴があり、 アコウザン植物のオオタカネバラやヤナギラン、ハシドイ、ベニバナイチヤクソウ、ミヤマスミレ、タチハイゴケ、コッキンバイ、イワデンラ、ヌカボシソウ、ミヤマワラビ、エゾタツナミソウ、コメガヤなどが自生している。これらを保護するために、この山毒は自然環境保全地区に指定された。カザーナの斜面は、赤松と紅葉樹の僧霊樹林地で、中腹にあるいくつかの母岩は、 石英素面岩である。そこから崩壊した流紋岩が幾重にも堆積し、上部斜面からの風が割石の隙間から冷たい空気として吐き出されていて、地面の温度は摂氏10度程度を保っている。大館市の長層岡沢穴より規模は小さいが、生因や石組状態、植物名も大道昇意でとても似ている。写真の花は大高根原で、 苔は立ち生え苔である。岩の間からは、霊風が吹き出している。現地の風穴は、地元民に古くから知られており、栄え郷土市では、倉流れの甘い池と表現されており、鬼が人を食べて骨を捨てたところであるという話と、柳蘭の果ての白髪を葬式に使用する、獅子花に見立てた伝説が記されている。また、大地を血の池と称して恐れる伝説もある。 この地区の昔話には、その昔鬼がこの地区にいて、墓にお供えした浜ナスの実をこの風穴に持ち込み食べ、その鬼が吐き出した種が芽を出し現在の、この風穴の浜ナスになったとするものがある。大高根原の花は、浜ナスの花に似ている。また、ここには、鬼の顔をした大きな岩があったとも言われている。この冷風を利用してこの地区で働く人々は、朝、飲み物を、 カザナ付近に置き、冷やして飲んだとも言われる。開通した高野ノス大館道路安山付近安山の南の沢に、2016年10月22日高野ノス大館道路が開通した。安山の写真は建設途中の大館高野ノス道路の上から撮影したものである。この安山の西南西約1 7トルの野城市二津井町にも安山が存在する。 七沢山の南約 1.1km にある地形図には記載されていない標高 330m の山であるが岩壁が多い山で昔はロッククライミングの練習用の山として使用されていた。ありがとうございます。